今週の水曜日に内閣改造と党役員の人事が行われまして、はい、まあ、率直な感想と、まあ、一番の注目点というのも教えていただきたいです。第二次岸田第二次改造内閣からいきたいと思うんですけども、頑張って女性を5人でいい人探してきましたよ。僕はね、一押しは上川さん。この人昔から付き合いあるんだけど、英語も堪能だしバランス感覚あるし、川口より子さん以来 の、 その女性の外務大臣だけどもね、岸田さんも思い切った登用したなと思ったですね。子どもの担当大臣で加藤愛子さん、加藤浩一先生のお嬢さんですけども、これはもう抜擢だよね。抜擢された後が大変なの。後ですか、うん、要するに当選再開で大臣になるのはジェラシーを感じる人もたくさんいる。これからがだから大変だよね、加藤さんは。で、僕は非常に仲良く仕事をしたのは自見花子さん、この人はドクターなんだけどね、お医者さんなんですよ。そうなんですか。うん、お医者さんでずっとその耳の悪い子どもたちに手を差し伸べようっていう難聴議連っていうのをずっと一緒にやってて、能力は高いですね。だから女性を5人入れたっていうのはなかなか、小泉総理なんかだから党内から人が見つからないから外からね人を見つけてきたりされてましたけども、うまい具合に5人を見つけてこられたなっていうのが率直な印象ですね。変わったっていうイメージになるし、必ずメディアが史上最多タイの5人の入閣って書くじゃないですか、まあ、そういうところも狙ったんだと思います。でもね、残念だけど支持率があんまり上がらないのがねちょっと意外ですね。これはねやっぱりね成果だと思いますよ。要職は留任させたっていうような印象がありますけど、うん、このあたりの狙いっていうか、まあ安定感でしょう。補正予算も含めて臨時国会だけども通していかないと来年の通常予算を組めなくなっちゃう。だから結構タイトなんですよね、まあ、そういう中で財務大臣はまあ安定感ありますし留任になったんじゃないかな。松野さんも官房長官としてまあ目立たないけどね、そつない感じはすごいありますんでね、そういうところで、安定を出したんじゃないかな。要職の人が変わると官僚の人たちが困るんですよね。まあそれもそうですよ。まあなやってればね大臣の癖も分かるし、どのぐらいブリーフィング勉強して説明すれば国会答弁に耐えうるかっていうのは役人は分かるから、そういう意味じゃ財務大臣ってのは変えにくかったよね、きっと。できる人は何人もいますけどね。初入閣が11名いて、うん、どれくらいで成果を出せるというか、まあ、ですから新入閣の人が11人もいるから、今日が9月の15日で臨時国会が始まるのは来月中旬と、まあ、1ヶ月間詰め込め詰め込め詰め込めって言って知識をこう、まあ、もちろん土地勘のある人、例えばその武見さんの厚生労働大臣ってのはもともと日本医師会の推薦議員でもあったから厚生行政に明るいし、伊藤慎太郎さんって僕の中学高校の先輩ですけどね、この人は環境分野に明るいですし困らない答弁で、そんなあこの人ちょっと心配だなっていう人はなかなか、あ森山さんなんてのはもう何でもできる、この人は森山さん、森山さん、ええ、文科省のね、この人は何でもできる、極めて優秀、前の内閣の後藤さんみたいなタイプね、何でもできる私が言うのは僭越ですけどね、能力非常に高い方ですね。大変なのは実はね河野太郎さんだと思いますよ。ああ、河野大変だと思う、彼の将来がかかってると思うな、ここで失敗するとマイナーの問題があって、うんうん、でどうなるんだっていう、うん、ここでやっぱりやりきらないと、それはもちろん彼のせいじゃないのよ、事務的な要するにミスだから、それはそれをね事務的なことをやった人たちがけしからんって言っても始まらないから、長である、まあ、河野さんの責任になってるんだけどね、まあ、トータルの派閥のバランスも考えられてると思うんですけど、僕らはちょっとやっぱり晋三総理が亡くなられて安倍派のパワーが落ちてる感じはするね。安倍派で宮下さんってのはまあ安倍派でしょ、西村さんでしょ、2人あと松野さんでしょ、鈴木さんね、うん、淳二さんね、4人、うん、それでまあ官房長官ってのは普通の大臣の倍ってカウントするんですよ、2って、だからまあ実質5ですな。なるほど、うん、そう考えればね、こういうことあんまりみんな言わなくなったけど、財務大臣も2なんですよ。
外務大臣も2なの、そういう計算なんです。官房長官、財務大臣、外務大臣かな今は。昔はさ、もっと細かく分かれてたからさ。続きまして執行部ですけども、この人事については、もうこれはね、今いわゆる主流三派、岸田派宏池会、麻生派執行会、茂木派平成研究会、この3つの派閥がいわゆる主流派なんですよね。政調会長は安倍派ですから、もう支えるっていう立場では変わらないんだけど、そのベタベタ感は政調会長はないと。で、森山さんってのは仕事師だから僕は一番親しいですけどね。安倍内閣菅内閣で5年間国対委員長、国会をうまく回さないことには法律は通らないから、法律が通らなかったら内閣は倒れるから、予算が通らなかったら内閣は倒れるから。へー、じゃあ安倍政権を支えてた。支えてましたよね、安倍菅とね。選対委員長から総務会長になって、ますますその何て言うんですか、党全体に目を光らせる、まあ、そういうことを総裁から多分頼まれたんだと思いますね。選対委員長ってすごい難しいポストだから、選挙区調整とか応援とか、小渕優子さん、これも抜擢ですよね。この人を前選対委員長がフォローする。またここにはその国対委員長高木さん載ってませんけど、国対委員長ってのも実はその国会を回すっていう上じゃ非常に重要なポストでね、そこがうまく機能しないと野党の側は足を引っ張ることばっかりスキャンダルでやってくるから、それをこう流して法律案をこうスムーズに議論できるような環境を作っていくっていう上だと、なかなか今国会、また来年の通常国会は大変なんで、そんなことにも目配り気配り森山さんがしていくことになると思いますね。総理はねすごい信頼してる、森山さん、うん、菅さんも信頼してたし安倍さんも信頼してた。まあ、人事といっても例えば安倍派から4人入れるといっても、うん、その4人っていうのは岸田さんの意思で決めれるんですか？決められる。昔は決められなかった。昔はね、派閥からね、派閥推薦リストっていうのを総理に渡すの、その中で選ぶわけ。なるほど、うん、すごい昔よ。例えば私が記者の頃はそうだった。だから取材するとよくわかるとかね。だから例えばやっぱり小渕さんを選対委員長に入ったっていうのは一つポイントなんですよ。茂木さんの了解は得てると思うわけ。ただ快く了解してるかどうかはわからない、立ち位置が違うから。小渕さんはやっぱり竹下登先生、小渕恵三先生、竹下渡先生、そして青木幹、亡くなられたけど青木幹雄先生っていう、こう平成研じゃなくて慶政会と言われる系譜だから、茂木さんは外から。そこはやっぱりその系譜的には違うんだよね。広高さんが首相補佐官、あ、これびっくりした。で、国家安全保障担当に就任、うん、な、何かお話しされました？いや、連絡もらってね、頑張れよって言っただけだけど。あ、そうなんですか。うん、総理に言うのもなんかちょっと僭越かなと思って言ってはいないけど、今度もうしばらく経ったら役に立ってますかって聞こえた。彼は外交旗が好きだから、もともと。まあ、今のこの時代において、まあ、かなり重要な立ち位置ですよね。いや、防衛の補佐官ってなりたがってる人死ぬほどいるの。すっごい多いの。昔と違う。要するにウクライナとロシアが戦争してるし、北朝鮮はミサイル撃ってくるし、中国はあんな形でしょ。密使になることもあるし、アンダーグラウンドで海外に行って話をしてくるってこともあるし、面白いポストだと思いますよ。ただ大臣はいますからね。旧体制、要するに内閣府、今は本部って言うんですけども、そこにこう物事が集約して、例えばそのデジタル担当大臣とか少子化担当大臣とか、そういうのはそこにぶら下がってんですよ。役所じゃなくてね、内閣府っていうところに。昔の大統領補佐官、キッシンジャー大統領補佐官っていうのがいたように、米中国交回復、ニクソン政権で国務省でも軍の方でもないパーソンとして中国とアメリカの国交を日本の頭越しにやる、まあそこまではいかないにしても非常に面白い仕事だと思いますね。じゃあ、この体制で、もう1年と分かんない。いや、だって選挙があるかもしれない。
今年の秋かとか都度出るじゃないですか、メディアからなのか、うん、まあ、6月の確かサミットの後とかいやないよみたいなのをおっしゃってたじゃないですか、うん、どこから出てる情報なんですか。いや、あれはね、いろんな話が入ってくるわけ。それを正眼、正しい情報もあれば偽物もあるから、ふるいにかけて自分で分析するわけ。政局感は俺、私ある方なのよ、昔から。岸田さんに直接聞いたとかそういうことじゃないですよね。さあ言わないよ、聞かないし。晋三さんなんか顔色見に行った岸田さんは考えてることがなんかあんまり分かんないからまあそんな中で、だから解散をいつするか、それは国会がどう動くか、この内閣に対して今出足はそんなご祝儀ついてないけれども、成果出してね、さっきも言ったようにこの始まる国会と来年の国会のハンドリングっていうのが、実は岸田政権にとっては大変重要なポイントになってくると思います。